こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日も現投社ゴールドオンラインさんの方の、ウェブ上の記事ですね、資産防衛の最終兵器アンティークコイン投資の魅力の第17回ということで、コインをオークションで購入する際の注意点ということでお話をしていきたいと思います。まあ、今回もこの私の 書籍ですね、超富裕層だけが知る資産防衛の裏技アンティークコイン投資ということで、この本の内容が、ウェブの記事になっているんですが、まあ、若干、時間が経っているので記事が古くなっているので、最新の情報を、加えながらですね、アップデートしながらお話をしていきたいと思います。お題はコインをオークションで購入する際の注意点ということでお話をしていきたいと思います。前回は価格が上昇していく最高グレードのコインを見抜く方法について説明しました。今回はオークションでアンティークコインを購入する際の注意点を見ていきましょう。ということで、オークションに挑戦するときは時間に注意ということで、これオークションっていうのは基本的に、まあ、ヨーロッパとかアメリカとか、に開催されていることが多いので、やはり日本と時差が結構あるんですね。で、イギリスとかですとだいたい午後3時ぐらいですかね、この辺が日本でいう午前9時ぐらいで、まあ、ニューヨークとかですと午後11時が日本の朝の9時みたいになっているので、かなり時間が差があることが多いです。なので私がオークションに参加するときは、ヨーロッパのオークションだと大体、夜の9時以降、まあ、12時とかその辺ぐらいまでのことが多く、まあ、アメリカのオークションですと大体朝の5時頃ですね、頑張って起きてやってるっていうことが多いです。で、これ時間が最も大事で、できれば、今だとまあインターネット上でオークション買えるので、このオークションの時間にライブで参加するということが非常に大事です。オークションは世界中どこにいてもネット上から参加できます。最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、ポイントさえ掴んでしまえば簡単です。ここではオークションに参加するときのポイントを紹介しましょうということですね。まず気をつけなければいけないのは、海外のオークションに参加する場合、時差があるということです。時間を間違えると眠っている間に終わっていたということになりかねませんということで、まあ、今時差の話をちょっとしたんですが、まあ、これなぜオークションにライブで参加した方がいいかというと、このまずその日の大体の、価格帯の流れみたいなものがあるんですね。これ何を言ってるかというと、なんか今日はすごくみんな張り切っていて、なんか高いんじゃないかっていう人、もっとなんかこなれていてあまり値段が上がらないなっていう日があるんですね。で、まあオークションというのは基本的に事前入札っていうのができるので、あらかじめビットしておくとその価格までは勝手に上がってくれます。例えば5000ドル自分がビットを入れといて、まあ、3000ドルぐらいに今の価格が入ってたとしても、5000に行くまでは自動的に自分がオートで入札してくれるんですね。自動入札です。ただこれはすごく欠点があって、5000まで行った時にもう一人の誰かこれを欲しい人が、あ、次5100入れてみようって言って5100で落とされてしまうことが結構あるんですね。なのでここで自分もじゃあ5200まで入れたら、落とせたかもしれないけど、これはライブで入札しないとどうしてもわからないので、まあ、なるべくライブで出た方がいいという感じです。オークション開催時にはオークションの模様を動画で生放送していますので、それを確認します。画面にはオークションのスタート時間がカウントダウンされていますから、いつ開始するのかは簡単にわかりますと、これちょっと書いたんですが、オークションによって実際にそれが何時からやるのかよくわからないオークションが結構あります。で、これは、まず時差があるっていうことが、一つなんですけど、まあ、コインの枚数が多いとセッション1、セッション2、セッション3とか、セッション A、セッション B、セッション C とかですね、もしくは途中に休憩時間が1回入って、いつからやるかわからないっていうことが結構あります。なので、まあ、ヘリテージオークションとかですと、オークションが実際にライブで始まるまでカウントダウン、時間がカウントダウンされているので非常にわかりやすいんですが、まあ、それ以外のオークションは CST 何時とかっていうその、海外の時間を指し示す単位があるので、これを日本の時間に変換して日本時間で何時からスタートみたいに合わせておく必要があるという感じです。
あらかじめ入札する商品を登録しておく理由ということですね。次は、またあらかじめ入札する商品を登録しておくと、その商品の順番が近づくと5つ前などと通知してくれますので、時間が分かりやすくなります。5つ前通知っていうのはヘリテージオークションにしかないです。なのでこれも、まあ事前にビット、要は入札しておくとか、トラックロットですね、お気に入りに入れておくと、ただ、コイン自分のものが探しやすいので必ず登録して、まあ最初のうちは自分が買いたい値段よりはるかに安いと思うんで、あらかじめ、安い値段で入札しておくと非常にいいかなっていう感じです。でヘリテージみたいに非常にシステムが親切なところは、自分のロットの5つ前になるとチャリンみたいな音が鳴って、もうすぐ始まるよみたいなことを教えてくれます。ただ他のオークション会社はそういう機能ついてないので、まあ、ライブで参加して自分のロットが来るまで、待っとく必要があるという感じですね。でオークションがスタートしたらどこまで戦うかは自分の判断となります。連載第13回で述べた例のように、引っ張られて高値掴みをしないように注意しましょうということで、まあこれよく言ってるんですが、オークションというのは1対1、まあ、最初は3対1とか4対1とか、たくさんの人数が出てきてて、まあ値段が上がっていくにつれて、まあ脱落してしていく人が増えて、まあ、最終的に1対1の勝負になるわけなんですけど、ここでどうしても欲しいっていうことだけを願ってしまうと、どんどん相手にこう釣られて上がっていってしまうんですね。で、まあ、オークションっていうのは、まあ毎週やってるわけではないですが、毎月どこかでオークションはしてますし、まあ、買うチャンスはあります。ただまあそのコインが世界に1枚しかないと、もう二度と、お目見えしないので、そこは頑張る必要はあるのかもしれないんですが、あまりに高値で買ってしまうと、今度売るときに売りづらいということが生じるので、この高値掴みをしないように、まあ、気をつけていくっていう必要性があるかなっていう感じですね。まあ今日はこのオークションの、戦い方のほんの一部なんですが、まず本当に時間に気をつけようということと、まあ、この記事の中には全然書いてなかったんですけど、まあ、自分が買うコインのだいたいいくらまで買うとか、どのコインに優先順位があるとかっていうのを、このオークションが始まる前に非常に細かく記しておくと、まあ、何かメモとかノートに書いておくと、当日慌てる必要がなくなるっていう感じですね。でオークションは本当に早いんですね。入札あるあるあるみたいにないとパシッて打たれて、もう次のロットに行ってしまうので、自分がいくらまで買えるのか、まあ、あとはその価格のレートですよね、まあ、日本円換算でいくらぐらいなのかっていうことを、コインの価格プラス、落札した時の手数料プラス為替手数料プラス、送料プラス消費税みたいにお金結構かかるので、トータルでこれいくら払うんだろうっていうのもあらかじめ計算しておく必要があるという感じです。よく間違うパターンの2つのうちの1つが時間を間違えてしまうということと、もう1つがオークション会社に払う手数料を考えていなかったっていう、この2つのパターンは結構致命傷なので、ここを気をつけてオークションに臨む方が、おすすめです。まあ、何度も言ってるんですけど、ライブでですね、実際にそのオークションが開催されていて、インターネット上で参加できるっていう風に練習していくと、オークションの、まあ、醍醐味というか楽しさとか、安く買えるとか、人気があるとかないとかですね、いろんなことが味わえるので、ぜひそこにチャレンジしていただければと思います。本日の動画が面白かった、ためになったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコインの、まあ、この動画に対する感想とかご質問いただけると、まあ、特に質問があると、動画作りやすくなるので、ぜひ積極的にコメントいただければと思います。あとまだチャンネル登録されていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。